はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。シュベスターのナンバー53号が入ってきました。今回は黒ですね、とっても素敵なピアノですよ。こちらです、ご覧ください。シュベスターは足のところがこんな風にちょっと内側に曲がってるというちょっと珍しいねデザインになってますが、黒いシュベスターですね。手作りのピアノメーカーで今現在でもピアノの製造を続けているという唯一残った手作りのピアノメーカーというね、今代が変わって岩本社長から次の社長にね変わりましたけど、まだ今も、修理なんかもねよくやってくれる外国製のもう大変なピアノ修理も完璧にやってくれるね、とても素敵な会社ですね。外装はそんなちょっとぼつっと当て傷ありますが、そんないっぱいあるわけじゃありませんね。ありますね、ポツポツとありますけど、あるわけない言うといてね。そして、これですね、シュベスターの文字、これ金文字、磨けばピカピカに光りますが、これ何なんでしょうね。R のとこだけ黒くなってます。これ誰か塗料塗ったのかな、これこの上から。これコンパウンドでやれば取れると思うんですけどね、シュベスターの R だけが。これだとシュベステですもんね、シュベステ。シュベスターって。この R の黒いのは取れると思うんですけどね。はい、やってみます。そして、ここも傷があった。そして、53号481817という製造番号です。中はこんな感じですね。はい、ちょっとじゃあ音聞いてもらいましょうか。どんな音がするかな。おお、赤エゾマツ響板で、やっぱりね低音弾いた時にあの響板のグワーンっていう鳴りがやっぱりくるので、おお、すごい調律が狂ってるのでね、ちょっと分かりにくい。このちょっとこもった感じの響きは上品ですよ。でもハンマーファイリングをやれば戻ります。もっとすごくなる、これはね、潜在能力はもうバリバリあります。これを京都に運んで調律をして、ハンマーファイリングをして動画を出した瞬間に多分売れると思いますね。それぐらい分かります、私には。すごいです。ナンバー53号、シュベスターですね。ご希望の方はお知らせくださいね。それでは、失礼いたします。さよなら。